はい、こんにちは、しらすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第387回をやっていきます。今回は精神的回復力というテーマでやっていきたいと思います。まず最初の前提として、現代は変化が早くかつ激しいということですよね。まあ、激流の時代というふうに言われていますけれども、とにかく、ね、目に見える部分においては変化が早いと、でしかも大きく変わるということですよね。本当にこう短い年数で今まで大企業だった、すごくこう好調だった企業がものの数年で、例えば倒産したり、もしくは他社に買収されたりっていうこともあったり、逆に全く今まで無名だった企業がわずか2年で例えば1000億規模の企業になったりという、まあそういうすごくこう、ね、変化が早い時代ということですよね。だから自分たちを取り巻いている環境というのは常に変化し続けてて、その変化の速度は年々速くなってるし、年々大きく変わってきているということですよね。しかし、もし精神的回復力が高ければ、例えば指導者が精神的回復力が高い、まあ、要するに自分たちが、ね、常にこう激流にさらされているわけですよね。環境が常にこう変化し続けている中にさらされているわけです。でその中でもし自分の精神を立て直す力っていうのが高ければ、たとえ一時的に混乱することがあっても、ね、自分にこう、ね、いろんなこう激流がやってきて、まあ、一時的にその影響を受けて自分が混乱することがあったとしても、困難を乗り越えて変化に適応し、逆に発展し続けるということができるということですね。まあ、変化は必ず危機を、もたらすわけです。それは危険と機会と。これは私たちにとってネガティブであり、これは私たちにとってポジティブですよね。だから変化というのは、まあ、危機をもたらしますと。だから今まですごくこうね、うまくいってたところ、もしくは大企業にとっては非常にこう危険ですと、まあ、自分たちの業界を脅かすものになるかもしれないし、逆にまあ自分たちのね、まあ、仕事がなくなってしまうかもしれない、まあ、そういうね、危険にもなりうるということですよね。だけど逆に言うと、まあ、今ね、個人とか、まあ、本当に中小企業とかにとっては逆にね、一気に自分たちが大きく成長する機会にもなり得るということですよね。そうした時に変化があればあるだけ危機が多くなる。つまり危険と機会というのがね、常に増えていくということになるわけです。だから、まあ、自分たちが変化の影響を受けました。そうするとこう、例えば今までの自分たちの考え方とかやり方では通用しないことが出てくるわけですよね。でそれで一時的に混乱することはあるかもしれない。しかし精神的回復力を高い状態で持っていれば、その中で変化の中から今度は機会というのを見つけ出していくことができるということですよね。なので変化に適応して発展し続けるということができるということになるわけです。じゃあ精神的回復力っていうのは、どういった要素で成り立ってるんですかって言ったら、まあ、今回は大きく2つですね。でこの2つっていうのをもう少しこう詳しく見ていきたいと思うんですけど、1つは環境適応力ということになります。まあ、思考のしなやかさということで、まあ、柔軟に物事を、ね、考えることができるということですよね。まあ、例えば、ね、過去数十年こうやってきた、ね、うちの業界はこうやってきたとか、うちの会社はこうやってきたとか、こういうやり方が正しいんだとかっていう、こうこだわりが強い人っていうのはやっぱこう変化に対して弱いということになりますよね。安心安定の環境であればこだわりっていうのは強いわけですけど、しかし変化の激しい時代においてはこのこだわりっていうのがあると、ね、自分たちがこれが正しいと思ってても時代が変化してて、ね、よく書くんですけど、ね、この時代だったからこそこの対応でうまくいったわけです。しかし時代が変わってやっぱり同じ対応だったら今度はうまくいかないですよね。時代が変わったならば、やっぱりこう対応も変えていって初めて会うということができるわけです。そうした時に時代が変わったならば、今までの考え方、今までのやり方に固執しないで自分たちも変わっていこうという、この考え方のしなやかさ、柔軟さっていうのが必要だということですよね。変化が変わっても自分たちが変わらなければうまくいかないわけです。しかし、時代が変わって自分たちも変わっていけばやっぱりうまくいくわけですね。
そうした時に環境的能力ですね、思考のしなやかさ、柔軟に物事を考えることができる、ね、あ、今までの過去の、ね、自分とか、ね、会社のやり方とか業界のあり方っていうのにあまりこだわらない、固執しないというのが一つですね。でもう一つは忍耐力ということになります。やっぱりね、あの自分たちがやっていることがどれほどこう最善だと思われることだったとしても、実際やる行動と出てくる結果っていうのは時間差があります、ね、行動してすぐ自分たちが望む結果が出るならば忍耐力っていうのはいらないわけですけど、たとえ自分たちが最善だと思う考え方で最善だと思う行動を取ったとしても、その行動が種になって実際それが芽を出し花を開かして実らせるっていうのは時間差があるわけですよね。でその時間をやっぱり耐える力っていうのが必要になるわけです、どうしても。でそうした時にやっぱり忍耐力というのが必要だということですよね。なので自身を制御する力とね、自分の感情、例えば不安とか恐怖とか、ね、あの嫉妬とか怒りとか、まあ、そういったものに自分が感情に支配管理されるのではなく、逆に自分があの感情を、ね、支配管理できる、そういった力ですよね。だからこの外からの刺激があった時に、自分が、ね、ここで、ね、外からの刺激に対して即反応するのではなくて、ここに一時停止ボタンを押すと、外からの刺激がありました、それが外からの変化ですと。でそれに対して自分が不安っていう感情が湧き上がってきた、恐怖っていう感情が湧き上がってきた、ね、怒りという感情が湧き上がってきた、まあ、そこまでは仕方がないわけですよね。生きてる人間ですから、私たちはね、感情の生き物なので、そこまでは仕方がない。しかし、そこに一時停止ボタンを押して不安だからって言って即反応して不安の行動をとっても仕方がないわけですよね。恐怖を感じたからって言ってその恐怖のまま自分たちが慌てた行動をとっても仕方がないわけです。その不安という感情が湧き上がってきても一時停止ボタンを押して、でいかに冷静な、ね、その後の言葉とか行動というのを考えることができるか、実際行動を取ることができるかということが大事ですよね。でこの、忍耐力、自分を制御する力ですね。不安と恐怖っていう感情に自分が支配されるんじゃなくて、自分が逆に不安とか恐怖っていう感情を支配する、逆に制御する力というのが、身につけていく必要があるということですよね。でこれはやっぱりね、あの4つの力ですよね。まず知力、 IQ、 まずはやっぱりね、勉強して知識を蓄えて脳を鍛えましょうと、自分で考える力ということですよね。まずこれはやっぱり鍛える必要があると。何か物事を見た時にまず自分で考えるとね、これってどういうことなんだろう、どうすればいいんだろうっていうのを常にやっぱ考える力ですよね。そしてその考える材料を常に豊かにしていく、ね、勉強知識を蓄えると、まあ、こういった知力というのも当然必要になってくるでしょうし、あとはね、あの体力ですよね。まず体、やっぱりね、あの心身一体という言葉がありますけど、これはね、順番がね、どっちっていうわけではないんですよね。心を鍛えるから体が鍛えられるっていう部分もあれば、体を鍛えれば心を鍛えられるっていう部分もあるわけです、ね、やっぱり体が疲れてるとどうしても心はね、マイナスの、ね、否定的な考え方になりやすいわけですよ。逆に否定的な考え方だからこそ、その体を、ね、適切な状態に保つということが難しくなってきたりするので、これはもうコインの表裏みたいなもので、順番がね、どっちが先かどっちが後かっていうのは一概には言えないんですけど、しかし体を鍛えるってことはすなわち心を鍛えていくことにつながるんですよね。で心を鍛えれば体を伝え、あの鍛えようと、例えばね、あの運動しようとかね、散歩しようとか、ね、筋力をつけようとか柔軟性を高めようという形になってくるので、これはもうコインの表裏で一体ですと。でそうした時にやっぱり体力ですね、その人がこう体が疲れていると心も疲れやすい、否定的な考え方になりやすい、しかし体をどんどん鍛えていけば、それだけ肯定的前向きな考え方にもなっていきやすいということですよね。だからまあ体力ということですよね。あとは、情緒、
EQ と呼ばれているものですけれども、まあね、人間関係によるやっぱりこう社会適応力ですよね。やっぱ人間関係っていうのが希薄だとどうしてもこの EQ っていうのは育っていきにくいですよね。逆にこう人間関係が豊富でいろんな人と、ね、それこそいろんな考え方、男性女性、それからね、民族とか、ね、慣習が違う人、年代が違う人、できるだけこう幅広い人と関わる中で、そのね、社会的情緒に対する、まあ、力ですよね、まあ、コミュニケーション能力って言ってもいいと思うんですけれども、まあ、そういう EQ という力ですよね。そして最後は、まあ、まず文字通り精神力。ね、スピリチュアル的な力ということですよね。まあ、具体的に言えば例えば瞑想、まあ、自分の、ね、考え方思考というのをもう一人の自分で観察してこう自分を客観視できる力とかですね、まあ、そういった力もしくは自分自身を支えてくれる例えば使命とかミッションとか、まあ、会社でいけば、ね、理念とか、まあ、そういったものをしっかりと持っていると、ね、いざってなった時のその判断材料として、ね、使命とかミッションとか、会社の理念とかそういったのを元に物事を判断することができる。そして、まあ、自分で自分を観察する、まあ、そうい う, こう精神的な力ですよね、まあ、こういった4つの力っていうのが組み合わさっていく中でこれも全部相乗効果ですよね。上がるときは全部上がっていきます。上がるときは全部上がっていくんですよね。勉強も充実している、ね、体も、ね、どんどん健康的にしていってる。で社会的な情緒もうまくいってると、ね、そして精神的な在り方としても、ね、自分の精神力が向上していると。でいいときはどんどんこう上がっていくんですよね。だからまあどれから始めてもいいわけですけど、例えば体の調子がいいから、ね、情緒が安定していて人間関係が良好になってね、そして精神的にも落ち着いてきていて、でそれで落ち着いて勉強に取り組むから知力が上がっていくっていうような感じでもいいと思うんですけど、そうやってこう、ね、4つの力っていうのをどんどん自分自身上げていって、もしくは組織の力を上げていくことによって制御する力ですよね。不安とか恐怖という感情に支配されるんじゃなくて、逆に自分自身が不安と恐怖を支配すると、ね、不安恐怖という感情が湧き上がってきても一時停止ボタンを押してできるだけ冷静に適切な反応っていうのを取れるようになっていくと。でそしてやっぱ行動っていう種をまいて実際ね、実がなる、花が咲いて実がなるまでは時間があるので、やっぱその時間の間を耐える力、忍耐力っていうのを向上させていくということですよね。なので変化が早くて激しい時代に生きているので、精神回復力っていうのが高ければ高いだけ、ね、どんどん持続、ね、長期間において持続的な成長していくことができるわけですけど、その精神的回復力っていうのは環境適応力と忍耐力ですね。言い方を変えたら思考の柔らかさ、柔軟さと、もう一つは自分自身を制御する力、こういったものを高めていけばいくだけ、この変化の早い時代に、現代に適応していくだけではなくて、実際持続的に長期にわたって成長をしていくことができるというお話です。はい、今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。